AWS ディープコンポーザー、ワークショップに、参加した宮島さんに来てもらいました。お疲れ様です。はい、でこのワークショップなんですけれども、どうやらあの現物がプレゼントされたということで、はい、ちょっとこちらに来てますね。はい、ちょっとこちらをですね、宮島さんと一緒に開封の儀をやりたいなと思ってます。はい、ということで、はい、このパッケージを開けていただけますでしょうか。はい、いただきます。ちゃんと AWS ってプリントアウトされてるんですね、パッケージに。そうですね、はい。AWS って印字されてるんですね。そうですね、はいはい。結構つまみボタンたくさんあるんですね。ワークショップではこれ その使い方もそのボタンなりつまみなりとかどうやってみたいな、そういう内容は一切なくて、あ、そうだったんですね。もう本当にこのキーボード、はい、鍵盤の部分を、はい、押して、はい、その何でしょう、メロディーを入力するためだけに使いました。ワークショップは2ステップになってまして、最初のステップで、はい、ごく簡単な、メロディーを渡されて、それをこちらのキーボードを使って打ち込みました。で、その、打ち込んだメロディーに、あらかじめ用意されていた機械学習のモデルを適用して、はい、何でしょう、そのポップスの風のアレンジを、うん、アレンジをしたり、ジャズ風のアレンジをしたりみたいなことを、うん、確かめるっていう内容でした。うん、はい、で2つ目は、はい、そのあらかじめ用意されていたモデルじゃなくて、自分でその新しいモデルを、まあ、作ろうっていう内容でした。まあ、ただ当然ゼロから作ることはとても難しいので、ジュピターノートブックの形で、はい、そのモデルを作るためのコードが用意されてまして、それをこう順番に実行していって、はい、作るみたいな、音楽の知識を前提にして作っていったみたいな。今回のワークショップに関して言うと、はい、音楽の知識はなくても全然大丈夫だったと思います、鍵盤を押して、はい、メロディーを入力するときに、そういう何でしょうね、キーボードとかピアノの経験があれば、まあちょっと楽かなぐらいですね。それ以外はもう本当にどっちかというと本当に機械学習の知識があると、はい、こう用語とかなんか概念がすんなり入ってきて、とっつきやすかったかなと思います。どんどんその使っていくことで、その機械学習なんたるかみたいなのも音楽と一緒に学べていけるみたいな、そんな感じになるんですか。そうですね、ディープレーサーっていう自動車の、はい、自動運転を機械学習で行うというものもあると思うんですけど、競争しながら機械学習を学ぶみたいなものだと思うんですけど、はい、今回 のディープコンポーザーは、まあ、音楽っていう、その何でしょうね、何が1位とかっていう、そういうものがあまりこうない、こう決めづらい世界で、こう、まあ、何でしょうね、でどういうものが心地いいかっていうのも多分人それぞれ違うと思うんですけど、そういうものを機械学習を通してこう作って、でその作る過程で学んでいこうっていう、っていうところなので、またなんかそのディープレーサーとは違ったアプローチで機械学習に取り組むことができるので、ディープレーサーにあまりこうピンとこなかった人もこうぜひ取り組んだら面白いんじゃないかなと思いました。なるほど。感覚的な心地よさみたいなのを、はい、そういう言語でどんどん解読して形にしていくみたいな。そうですね、当然その、何でしょう、いい感じ の、はい、音楽をその AI に作らせるためには、まあ、頑張ってモデルを作る必要があるんですけど、まあ、そこはその何でしょうね、機械学習のこう知識が当然必要になるんですけども、はい、それをこう駆使した結果、その感覚的にいいものを作るっていう、何でしょうね、そのロジカルな部分と、はい、
なんでしょうね、感覚的とかエモーショナルな部分みたいな、なんか そこのこうつながりをどうしていくかが難しいみたいなことも先生が言ってたような気がします。へー、はい、興味深い。じゃあ今後もこれを使っていって、ね、いずれ宮島さんが曲を出すと。曲はそうですね、まあ自分がというかその AI になんかいい感じの曲を作らせてうん、うん、はい、なんか、まあ、まずは楽しくやっていきたいなと思ってます。わかりました。じゃあ今日はお時間ありがとうございました。はい。